で、まあ、3連勝してきてて、まあ、本当、まあ、簡単な試合は、まあ、ないと思いますし、まあ、このアウェーの、まあ、移動だったり、まあ、コンディションだったりそういう中でやっぱ勝利っていうのは絶対必要なんで、まあ、そこはもう本当、まあ、ひたむきにしっかり自分たちのプレーを続けてやっていけば、まあ、勝利は見えると思います。まあ、やっぱ僕はそのサッカーの基本的な部分は絶対外しちゃいけないと思いますし、その球際だったり切り替えだったり相手に走り勝つことっていうのは、まあ、必ずそこで勝ってれば、まあ、そこで逆に勝んないとどんなチームとやっても、まあ、難しい試合になると思うんで、まあ、そこはもうサッカーの最低限のところは、まあ、本当相手に必ず勝るっていうのは大事だと思います。まあ、札幌もすごい寒いんで、まあ、あんまり変わんないですけど、まあ、でも、まあ、気温差はあると思うんで、そこはでも、まあ、暖かいところから来てた方がまあ動きやすいんじゃないかなっていうには思うんですけど、ね、まあある程度は予想できてましたけど、まあ日本がやっぱ恵まれてる環境だなっていうのは思いましたし、まあでもこれがやっぱアウェーでの戦いっていうところなので、まあそこはそんな大した気にはしてないです。まあやっぱまあ基本ワントップに入るのが多いと思うんですけど、まあそこでしっかりまあ味方をうまく使うことだったり、まあ一番はやっぱり結果ですけど、まあ、そのこの中でやっぱ味方を使いながら自分の特徴をしっかりまあ忘れずに出していくっていうのがまあ大事だと思います。はい、3月から呼ばれててまだゴール決めれてないんで、まあ結果っていう明確なところでアピールできたらいいと思ってますし、まあそのためには本当いつもコンサドーレでやってる自分のまあプレーをしっかり出せればおのずとそこはついてくると思うんで、まあ、しっかりやっていきたいです。本当に、まあ、もちろん今言った通り得点も取りたいですし勝利もまあ取りたいんで、まあ、本当環境コンディション云々とかよりもやっぱり、まあ、本当努力臭くゴールと結果を求めてやっていきたいと思います。